はい。えっ、ー、と、これは4第4週の、えー、と6本目のビデオになりますね。これが最後です。えー、このビデオでは、えー、来週までの課題について、えー、説明したいと思います、えー。来週までの課題なんですが、えー、課題はありません、えー。皆さんおめでとうございます、えー。というのは理由があってですね、えー、今回は文字を読む CDS に関する授業の例をご紹介したんですけど、 え皆さんいろいろな CDS リストを作ってくださってまして、で、中には、え、文字を使う CDS がない人もいらっしゃるんですね。え、それで、今回は、あの、えっと、課題はなしというふうになっております。で、来週はですね、会話の授業をどうすればいいかということをご紹介しますので、今週と来週の2週間で一つの課題というふうにしたいと思います。え、で、今週はですね、 えー、授業の方法の中でも、文字や言葉をどういうふうに教えるかということを扱いました。で、来週は、あの、さっきも言いましたが、来週は会話の教え方をご紹介したいと思います。えー、で、あのー、で、会話の教え方も勉強した後で皆さんに共案を作っていただきたいと思っています。えー、ただしですね、えー、CDS によっては、会話しか必要ない場合ももちろんあるわけですね。 でその場合は、えー、今回の、えー、文字に関する教え方の教案は必要ありません、えーで。今日は使った内容に関する教案を作る場合は、すみません。まず、えー、バックワードデザインの考え方に基づいて、えーあのー、評価方法を作っていただきたいわけですね。でその評価方法ができた CDS から一つを選んで教案を作ってください。 えー、つまりその、まず評価を作って、その評価に合格できるための授業を考えるということですね。で、そのためには、えー、必ずこの、えー、3つですね。えー、今日の目標、大量のインプット、そして、えー、少しのアウトプットっていうことですね。はい。えー、で、えー、提出はですね、Google スライドか、あのー、 ま、あるいはパワーポイントのようなプレゼンテーションかですね、あるいは Google ドキュメントのような文書でお願いしたいと思います。で、文書でやる場合、あの、作る場合は、先生が何をするかではなくて、学習者が何をするか、ということを書いていただきたいと思います。えー、っと、参考文献としてはですね、えー、まず、あの、この動画、動画でも、あの、この動画っていうか3つ前ぐらいの動画ですね、えー、それでご紹介した、えー、白井先生の第2言語習得の本とですね、 えー、まあ、同じ、同じくその第二言語習得なんですけど、日本の英語習得の、あの、あ英語教育の分野でどのように応用されているか、えー、それを書いた本もあります。で、このタスクベースの英語指導っていうのは、あの、まあ、タスクベースと、あの、えー、行動中心アプローチは、あの、厳密にはちょっと違うところがあるんですけれども、えー、でも文系シラバスではないという意味では非常に似ているところもあるので、ここでご紹介していますね。 はい。えー、っと、いつもの通りですね、この後、えー、っと、ズームでの話し合いもあります、えー。で、あの、この動画は公開しているので、会議室の ID とかは申し上げられませんけど、えー、いつもと同じ、えー、会議室でお待ちしております。はい。えー、っと、それでは、えー、今日の、えー、ビデオはここまでとさせていただきたいと思いますね。えー、で、一部の方は、ズームクラウドミーティングには出席できないというふうになっておりますけど、えー、その他の皆さんには、えー、オンラインでお会いできることを楽しみにしております。はい。そして、 冒険は続きます。